名古屋では積雪の増加に要注意です。まずはいただいているリポートからご覧ください。名古屋市中区の方から、重たい雪です、まだまだ積もりそうという動画のリポートをいただきました。ご覧のように市内で もうしっかりと積もっています。歩く方もかなり注意して歩いていらっしゃるようですね。滑らないようにお気をつけください。では続いて天白区の方から、想定以上に雪が降っています、すでに積雪2センチ程度、気温は0度、風は穏やかですが極寒な朝ですということです。さらに雪が積もるところ出てきそうですね。車の運転十分お気をつけください。そして今後の雪が心配です。レーダー重ねて見ていきますと、ピンクが雪雲、青色が雨雲です。まだしばらくは雪が降りやすい状況となっておりますが、お昼に近づいてくると周辺青色の雲が多くなりますので、みぞれや雨へと変化していきそうです。路面状況悪くなる恐れがあります。ではこちら雪道での注意点見ていきましょう。雪道の運転ですが、スタッドレスタイヤやチェーンを必ず装着するようにしてください。そして急ブレーキ、急な車線変更などは危険です。その他滑りやすいところ、橋の上やトンネルの出口などがあります。最後に走行が不能になってしまった時の備えも行うようにしてください。雪道運転での注意点お伝えしました。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。